誕生から半世紀、今特撮テレビシリーズの金字塔がかつてない美しさでよみがえる。そこは世界のあらゆる物語を見ることができる不思議な映画館。私支配人がお客様にぴったりの物語を上映するということになっております。彼が選んだのは怪獣と人間、そしてウルトラマンの物語です。ではご覧ください。あの悪魔を蘇らせてしまったのかもしれませんね。科学の進歩って危ないんじゃない？立ち向かっていけたのは自分やみんなが地球の仲間だっていう気持ち。ウルトラマンはどう思っているのかな。地球人の可能性を信じてくれたんです。それが正解なの？それぞれの正解を持つ、それでいいんです。あなたの正解はどんなもんでしょうね。空想の力が彼女に教えてくれたものとは。空想特撮シリーズウルトラマン 4K ディスカバリー。彼はいつか平和な世界を作ってくれるだろうと地球人を信じて守ってくれたんだと思いますよ。